インド国民軍は太平洋戦争中に日本軍の支援によって設けられた英印軍の捕虜のインド人転向者を中心とした軍隊。モットーは和合、信仰、犠牲。当初は日本軍がマレー作戦を優勢に進めるための補助戦力としてゲリラ部隊的な色彩も強かったが、インド独立運動の英雄の一人であるスバス、チャンドラボースが来日し、 イギリス領インド侵攻作戦が具体的に検討され始めてから次第に銃装備化され本格的な軍隊となった。大本営の南方作戦に当初にはインドを攻略する計画は含まれていなかったが現地で工作支援に当たった会期間によってインド独立を考えていた。2016年にはモディ首相はイギリスが戦勝国であるにもかかわらずインドから撤退したのは ガンジーのためではなく、インド国民軍のためであるとの英国の機密文書を公開し、インド国民軍を再評価している。日本の参謀本部は1941年7月頃から大英戦争の勃発を想定して、マレー半島における英印軍兵士工作に着手した。責任者として指名された藤原和氏は、タイのバンコクで極秘に、 インド独立運動を展開していたインド独立連盟のプリタムシンに接触するとともに、会期間を結成した。藤原与氏と握手を交わす、もう半身隊員そして、太平洋戦争の勃発とともに、会期間とインド独立連盟もマレー作戦に参加し、英印軍兵士に対する工作活動を展開。マレー半島西岸の町アロールスターで投降してきた、もう半身隊員に、 投稿してきたインド人兵の統括を委ね、もう半身は一旦は答えを保留したものの、日本軍とインド人兵を対等に扱うことなどを条件に、これを承諾。こうして、日本軍は、マレーやシンガポールで英軍と戦闘中に捕虜となった、英陰軍将兵の中から志願者を募って、インド国民軍を編成した。この軍隊は、白人支配からアジアを解放するための組織とされた。 さらに、参謀本部は、インド国民軍の今後の展開についてインド独立、運動家で、日本に亡命していたインド独立連盟のラース、ビハーリー・ボースに意見を尋ね、1942年3月に、東京においてインド独立連盟を含む、在日インド独立運動家と、インド独立連盟、インド国民軍の代表が会議を行うこととなった。 犬飼武士や遠山光らと歓談するラース、ビハーリーボースだが、もともと、イギリス軍人として従軍し、イギリス人であるという意識が強かった、もン半身な親衛的な一部の救援員軍病は、日本などのイギリスの敵国と手を組んだ上で、創始国のイギリスを打倒し独立することを目指す。ビハーリーボースや AM ナイルラ、在日インド独立運動家を、日本の区別に出する傾向があるとみなし、 在日インド独立運動家も、旧英院軍病内の親英派を、親英的で独立心に欠けると見るなど、内部対立が早くも芽生え始めていた。6月の万国会議においても、両者の対立は見られたが、英院軍の大位でしかなかった、防犯心が、その後数千人単位にまで拡大した、インド国民軍の統率を取ることが不可能となってきた、ことや、軍を私物化する傾向を見せたことから、 モーハンシンに対するインド国民軍内の不信と反発が急速に拡大し、最終的にインド国民軍はインド独立連盟の管轄下に入ることとなった。なお、万国会議においては、ビルマ国境からインド国民軍をインドに侵入させ、インド国内の繁栄運動と共闘する構想や、インド国民軍の地位を日本軍などと同等にすることを要望する宣言も出され、 岩黒機関を通じて日本政府に回答を要求した。だが日本軍はビハーリー・ボースに対して消極的な回答しか示さず、しかも一切の公表を控えるよう要請したためビハーリー・ボースと対立していた防犯神田元イン軍の一部はビハーリー・ボースを日本軍の区靴だとインド国民軍内外で検電するようになった。さらに、 旧英印軍兵士の NS ギルがイギリスへのスパイ容疑で逮捕されるという事件が起こるとその極端な言動が嫌われもはやインド独立連盟のみならずインド国民軍の旧英印軍兵士内でも孤立していたモーハンシンと日本軍との関係修復は不可能となった12月29日に毛半身はインド独立連盟によってインド国民軍司令官を罷免されさらに シンガポール島の東北にあるセントジョン島に軟禁された。しかし、元英院軍士官であった、ハンシンの悲鳴を行ったことで、インド国民軍の多くを占める元英院軍兵士の一部からのビファーリーボースに対する信頼が低下した上に、辛動から病気がちとなったビファーリーボースは、強い統率力を維持できなくなった。そのために、日本軍は、 ビハーリー・ボースの側近でもあった AM ナイルの進言を受けて新たなインド国民軍の指導者として亡命中のドイツで北アフリカ戦線で捕虜となった英印軍兵士から志願者を募りインド旅団を結成しイギリスに退治していたインド国民会議派元議長のスバス・チャンドラ・ボースの将兵を計画したそれ以前にも日本政府によるチャンドラ・ボースの将兵が検討されたことはあったが ビハーリー・ボースに対する気兼ねと日独関係への影響を考慮して、これまで来日商兵には消極的であった。しかし、ビハーリー・ボースにその意向を打診したところ、その頃すでに病気がちであった彼自身もチャンドラ・ボースの訪日を強く希望したため、問題はたちまち評価した。1943年2月にチャンドラ・ボースはドイツのキール軍港を ドイツ海軍の u ボート u 1 8 0で出発し、途中マダガスカル島沖で日本海軍の囲、e、号第29潜水艦に移乗。4月に日本へ到着する。同年7月4日、シンガポールにおけるインド独立連盟総会においてビハーリー・ボースはインド独立連盟総裁とインド国民軍の指揮権をチャンドラ・ボースに移譲した。その席上でチャンドラ・ボースは まだまだあなたの力を借りたいと、ビハーリー・ボースに、インド独立連盟の名誉総裁への就任を要請し、二人は、壇上で、固い握手を交わしたという。翌日、チャンドラ・ボースは興奮する、スーマンのインド国民軍将兵とインド人大衆を、前に、インドの武力解放を熱烈に訴えた。その演説は、チャローディ・リーで締めくくられ、インド人たちを熱狂させた。 同年10月に、チャンドラボースはシンガポールに自由インドカリ政府を樹立し、その主席に就任し、合わせてイギリスとアメリカへ宣戦復刻した。大東亜会議に参加した各国首脳。左から、バーモー、長経経、王長明、東条秀樹、ワンワイタヤーコーン、ホセラウレル、スワスチャンドラボースインド国民軍は、元捕虜だけでなく、 東南アジア在住インド人からも志願者を募ったため、総兵力は約4万5千人に達した。そして1944年にはビルマに移動し、自由インド、インド解放をスローガンに、日本軍と共にインパール作戦に参加した。インパール作戦で当初日本軍はアッサム州のコヒマを占領し、一旦はインパールに迫るなど進軍を続けた。 イギリス第14軍は日本軍の攻撃が始まると、アキャブ方面の第15軍団から2個師団をインパール、ディマプールに抽出し、第33軍団からも第2位。同時に第4軍団にはインパールへ交代を命じたが、同軍団の第17師団は日本軍第33師団に退路を断たれて動けず、第50高下旅団は3弱で、 第31師団宮崎市隊に包囲された。マウントバッテン総司令官は3月25日には、選挙区不利を認め、ロンドンの統合参謀本部に増援部隊の派遣を要請している。だが、イギリス軍は当初から、インパール作戦に参加したインド国民軍は6000人、そのうち、ウイ院側まで到達できたのは2600人で、その後戦士400人、合衆を呼び、 千秒四千五百人の損害を受けて壊滅している。マハトマガンディーとボースこの作戦は、制空権もない上に補給、平坦の問題を極端に軽視しており、軍内部でも反対論が続出するほどの完全に無謀な作戦であったが、チャンドラボースは、インド独立の絶好の機会として、その決定を喜んだ。チャンドラボースは、自らがインド領内に進撃すれば、必ず、 インド人民が決起すると信じていたのである。実際、かつて日本を厳しく非難してきたマハトマ・ガンディは、日本軍がビルマへ侵入したあたりから、急に日本寄りの発言を繰り返すようになっていた。これについては、非暴力主義者であるガンディは、マレーやビルマのように、インドが日英の戦場となり、イギリス軍が敗退して、日本の占領下となることを恐れて、 独立達成後は日本と交和することを考えていたとも言われる。インド国民軍はその後もイラワジ海戦等で日本軍と共にイギリス軍と戦って敗退したがアウンさん率いるビルマ国軍が日本軍から離反すると日本軍と共にビルマからタイに撤退しそこで第二次世界大戦の終戦を迎えインド国民軍はイギリス軍に降伏した。チャンドラボースは 次は、ソビエト連邦の支援によって、インド独立を目指そうとしたが、日本経由で、ソビエト連邦へ向かうべく移動中に、台北で、飛行機事故に相死亡。なお、ビハーリー・ボースも終戦に先立つ1945年1月21日に、日本で隠しした。EN、インディアン、ナショナル・アーミートライアルズも、参照終戦後、イギリスは、元インド国民軍将兵。 約2万人をイギリス国王に対する反逆罪で裁こうとした。しかし、この裁判を機に、インド民衆の間に独立の機運が一気に高まった。次々とゼネストや暴動が起きる中、国民会議派もインド国民軍将兵は、インド独立のために戦った愛国者として、即時釈放を要求。1946年2月には、 英陰軍の水兵たちも反乱を起こし、ボンベイ、カラチ、カルカッタで数十隻の官邸を占拠し、インド国民軍海軍を名乗った。水兵たちは市民に混じって、官係と市街戦を展開。英陰軍の将兵たちは、イギリス人。また、人々は、イギリスの植民地政府による日本への戦勝記念日に、長期を掲げて、抗議の気持ちを表している。 これらインド国民軍将兵の裁判によって起こった一連の事件はインドが独立を勝ち取る大きなきっかけとなった。インド独立の過程については、ガンディやジャワハルラーアルネリューに代表される、インド国内における大衆運動が有名だが、チャンドラボースやビハーリーボース、A、AM ナイルラインド国民軍と、その関係者が独立に果たした役割も非常に大きな評価を受けている。実際に、 インドにおけるチャンドラボースの位置づけはガンディーと同等でネルーより上位であり国会での写真の飾り方はチャンドラボースが最上部になっている。なお1947年8月にインドが独立を獲得するとインド政府は元インド国民軍将兵たちを表彰して年金を給付した。婦人部隊も作られ日本からもチャンドラボースの側近だったさ。 ハーイの娘アシャが入隊している。イギリス首相としてインドの独立を承認したクレメント・アトリーは1956年にインドのカルカッタを訪問し、その当時の西ベンガル州知事 PB チャクラ・ボーティ・ハンジと会談を行った。チャクラ・ボーティ・ハンジは1942年に国民会議によって開始されたクイット・インディア運動は完全に潰され、1944年までには 完全に消滅していたのに、英国はなぜ戦後、あれほどの焦りの中でインドを離れたのか。と質問したところ、アトリーは、それは、スバスボースの稲と、それが、英国インド軍で引き起こした、反乱のせいだと答えた。続けてハンジが、インド独立の承認において、マハトマガンジーの、インドから出ていけ、運動は、どのような役割を果たしたのでしょうか。と鋭く質問した。 判事によれば、アトリーは、皮肉な笑みを浮かべながら、ほとんど何もなかったと明言したという。歴史家のエリック・ホブズ・ボームは、インドの独立は、ガンジーやネルーが率いた、国民会議派が展開した、非暴力の独立運動によるというよりも、日本軍とチャンドラ・ボースが率いるインド国民軍が、共同して、ビルマを経由し、インドへ侵攻したインパール作戦によってもたらされたとしている。 ボースの弟のサラの孫息子である在英インド系英国人で ABBC 記者や CNN インド特派員を務めたアシスレーの調査結果から選挙区が敗色濃くなった日本がインド独立闘争の継続望むボースの意思を尊重してソ連亡命を許可していたことが判明している。霊記者は独立闘争支援を優先させた日本の配慮の現れと述べ連絡担当だった。 磯田三郎中将の功績とし、日本がインドの解放と独立のために戦ったことは間違いないと評価した。MG34 を構える自由インド軍団の宿教と兵士、チャンドラ・ボースは日本に移る前にも1941年からナチス政権下のドイツで志願兵部隊を編成する仕事をしていた。1920年代の初期ナチ党において、 人種主義的側面の薄いナチスサ派を中心にインドの繁栄闘争を支援しようとする運動が存在した。しかし、ナチス派のアドルフ・ヒトラーはヒンドゥー教の神秘主義の影響を受けながらもインド人を列島人種とみなしていた。政権獲得後もイギリスからのインド独立に反対し、イタリアの国家ファシスト等がガンディーやチャンドラ・ボースラインド独立運動に好意的であったことや、 日本が同じ有色人種としてインド人解放を主張していたこととは対照的だった。しかし、ヒトラーの思惑とは別に国防軍内では大衛作戦の一環としてインド人支援の検討を続けていた。1940年にソ連経由でベルリンを訪問したチャンドラボースの働きかけが行われた後、1941年12月に インド人兵の捕虜数百名を中心としたインド人兵団がフランケンベルクで組織された。1942年9月、第950不評大隊として正式にドイツ国防軍に編入され、1943年頃にはインド系とされた英軍捕虜2593名から3個大隊が編成されて連隊規模となった。 彼らはソ連領下復活スサを超えイギリス領インドに攻め入る際の戦力として想定されていたが実際に作戦が展開されることはなかった連隊の側でもインドへの道以外でドイツ軍に協力することを疑問視する兵士が多くベルギーやオランダへの移動に従わなかった47名の義勇兵が軍法会議にかけられているチャンドラボース自身も目的実現の方法として ドイツ軍に見切りをつけて、大島広市中毒大使と通じて、日本へ渡ってしまい、残された第950不評連隊は、東方大隊など、他の義勇部隊と大西洋の壁に守備戦力として、張り付けられ、ビスケーワンの守備というインド解放とは、ほど遠い任務に従事した。やがて、ノルマンディ上陸作戦を契機に、西部戦線が、総崩れになると、第950不評連隊も、 自民と装備のほとんどを失って、フランスからドイツに配送した。それでもなお生き延びた隊員は、国防軍から兵員不足に悩んでいた、武装親衛隊の外国人部隊として移管され、1944年8月に SSDU インド軍団が編成された。だが、武装親衛隊が忠誠を誓うアドルフ・ヒトラーは、インド人捕虜を戦力化することにも不満を口にし、シラミも殺せない。 インド人など自分が食われてしまえばよいのだ。と吐き捨てるような言葉を残している。ベルリンの戦いが迫る中、ヒトラーは武器の余裕がもはやない以上、こんな冗談には付き合いきれないと発言し、SS 作戦指導本部も再編された第18、SS 義勇総攻的弾兵士団、ホルスト・ベッセルにインド人部隊の銃掛けを引き渡す命令を下し、ヒトラーにとって最後の戦いに、 インド人部隊の参加は許されなかった。それでも、第950不評連帯時代を含めて、戦後インドでは、祖国独立のために戦った人々として名誉ある、帰還を果たしている。ジャーナリストの井上和彦は、上記のように1945年11月に、インパール作戦に参加したインド国民軍の軍人を、イギリスが、レッドフォートで裁判にかけ、 反逆罪として処罰しようとしたことに対して、インド民衆が怒り一斉放棄した結果、インドが独立を勝ち取ったとしている。また、インパール作戦の本質は、日本軍とインド国民軍による大英インド独立戦争であると主張している。井上によると、1998年1月20日、靖国神社に、 元インド国民軍隊で、インド国民軍全国在京軍人会代表を、務めた全インドイナ事務局長の SS ヤダバ隊はと、記している。2016年には、英国の機密文書から、インド国民軍の存在が、イギリスのインドから撤退した理由で、インド独立を生んでいたことが判明した。ありがとうございます。